行きましょうか。はい、これで回避読んで、これで OK です。はい、もう完璧ですね。はい、はい、どうも皆さんこんにちは、ひたまえです。はい、今回は知的にやっていきたいと思います。今までの僕とは違いますと。はい、ということでね、今回やっていくんですけど、まあ核ね、まあ今回核使っていきます。まあ核ね、今までブースト振っておらず、まあブースト振りました、ここまで。まあそれでまあだいぶ強くなったと。まあ今までブースト振ってなかったために、もう相手にダメージ入らず、まあ、ほとんどすぐやられてたんで、まあこれでね、まあ強くなったと。まあそれでウソップメダルということで、まあウソップメダル、ね、残り60秒間になったら脱出速度が上がると。まあこれは逆転の鬼ですよね。つまりもう作戦としては、核で出て核やられて、で次ウルージュでカチカチになって、まあギリギリまで耐えて核で最後ダッシュする、まあそういう逆転劇、まあ一番今までで熱い動画になるんじゃないでしょうか、ということでやっていきたいと思います。レッツラーゴー。はい、ということで一戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、ごめんなさい、今回はね面白い動画というより、僕は今日知的、まあ IQ200 ある程度やっていくんで、まあね、まあ語彙力とかはまあ関係なしで、まあ今回やっていきたいと思います。皆さん対戦よろしくお願いします。はい、もうね、今回はね、もう天才プレイ集なので、まあ皆さんちょっとね、あまり面白くないかもしれませんが、ちょっとそこら辺はよろしくお願いしますと。まあここら辺はちょっとこうやってこれ受けましょうね。一人援護が来てほしいが、それは来ないのかなと。グリフォンナイス、それはねしょうがないですね。オッケー、うん、あれ、うん、ソルで逃げる、オッケー、とりあえずソルで逃げていく、オッケー。ここをちょっとジャスカイに使っていきましょうか。はい、これで回避読んで、これでオッケーです。はい、もう完璧ですね。はい、でこの辺でそろそろやられておきましょう。ここあえてやられに行きます。無敵スキルどんどん打っちゃってください。ありがとうございます。はい、これは天才ですね、天才プレイです。はい、これあえてやられる、もう今のはね、相手は多分ね、ひたまゆ倒したぜってかもしれませんが、今のわざとやられたんで、まあここら辺ねウルージでいい感じに、まあ今からやっていけたらなと思います。まあやられるタイミングが完璧でしたね。これ中央まだ取れないはずです。これ中央取れないはずです。まあ、ない中央はまあ取られたんですけど、まあ別に作戦通りですね、僕の作戦には支障はありませんと。まあここからね、まあ一気に逆転すればいいんで、こうやってあえて回避して近づいて、インカザラシ失敗しましたね。何が起きてるのか分かりませんが、何が起きてるのか分かりませんが、とりあえず OK ですね。はい、OK です。はい、もうここで吹っ飛ばして、まあスモーカーをとりあえずボコボコにしようと思ったんですけど、まあここら辺はね、まあ別にいいですね。はい、これ作戦通りです。はい、残り1分40秒、逆転のここからですね。もうここからブザービーと旗抜きを決めていきたいと思います。はい、もう全て作戦通り、作戦がもう極まっていて、もうどうしようもないですね。はい、もうここからもう全てもう活躍しまくって、もう多分相手はもう泣いてすいませんでしたって謝ると思います。はい、とりあえずここでぶち当てていきます。はい、季節入った。はい、これで裏いっちゃいましょうか。どうしよう、ちょっと一旦待機して、裏に1人ね被ってるんで、いた、誰、フランキー。まあここはね一回スルーしましょうか。ここはね一緒にいる意味はないんで、とりあえずここを取っちゃいますと。はい、まあここを取っちゃって、おっと黒ひげこっち来た、となると中央が取れてしまうと。はい、もう完璧な作戦ですね、これで中央取れてしまいます。完璧ですね。はい、まあここからまた核でいけば、もう完璧なブザービートを皆さんにお見せできるかと。はい、もう完璧ですね。もう僕の作戦はなんか今日もう IQ200 あります、本当にごめんなさい、 IQ200 以上あります、ごめんなさい。 IQ ってな、限度は何ですか、限度何まであるか分かりないんですけど、まあここからいけますね。アタッカーとかがうるだりしてるんで、ちょっと今厳しいあたりではあるんですけど、まあちょっと時間を稼いで、まあ最後残り20秒になったら僕は一気に動きます。はい、ありがとうございます。相手スネークマン黒ひげ30なんで、まあ余裕ですね。はい、ここからまあ華麗に動いていきましょうか。はい、タイマンで僕は勝ちます。はい、裏大丈夫ですね、裏取り注意、もう今更ですよ、もう今更僕のスピードにはついていけないです。ありがとうございます。降りてきたのは黒ひげ、自分で対処するっていう感じですか。はいはい、無敵スキルは怖いのでごめんなさいと。はい、もうこれ気絶を入らせてしまう。はい、ここであっち行っちゃいます。もう黒ひげ無視ですね。はい、もう相手裏気づいてないです。気づいてた、まあ、しかしここからね、全て完璧ですね、完璧な立ち回りといっても過言ではないでしょう。はい、ここで取れてしまう、キングコブラはないんで、ここら辺時間稼ぎをすれば、はい、完璧、はい完璧、はい完璧、ありがとうございます。スコアは低いですが、もう全て僕のおかげ、ありがとうございます。はい、ということで2戦目、おっと味方に黒ひげさん、勝ち確ですね。はい、これ勝ち確なんで、もうカットしてもいいと思います。もう皆さんね3分間飛ばしていいと思いますよ。まあ勝ち確定なんで、まあそこはごめんなさい。ここは各ね、いきなり中央取れてしまうんですよね。はい、そこがでかいと。まあそこからね、魚人島って黒ひげのステージなんで、もうそこからもう永遠に取られないです。はい、100% 取られないです。もうということで、僕はどんどん裏取り行こうかなと思うんですけど、エースが、ね、僕から逃げたんで、まあしょうがないですね。黒ひげも逃げようとしてますね。はいはいはい、これ多分無敵スキルがあるんで、まあちょっと今目パチクリしてるんですけど、どうですか皆さん、目パチクリ。はい、これは援護していく。はい、これでちゃんと守っていく。はい、完璧ですね、完璧な援護です今のは。はい、完璧すぎる。はい、さすがにそれは当たらないと。回避を見ます。あっ、はい、ここからウルージということで、もう完璧ですね、作戦は。ここら辺でやられとくっていうのは、ものすごく高いです。高い。何か。まあ、ここからね、ウルージという、まあ、さっきは、スモーカーという、ちょっとね、
ちょっとイレギュラーなキャラクターがいたんで、ちょっとそこはね、きつかったですけど、よく分からなかった、さっきのやり方。まあ、しかし、ここからね、もう完璧にもう守っていきます。残り2分。残り2分守って、まあ、守れなくても残り、まあ、1分30秒ぐらいになったら負けて、まあ、あえてやられて、はい、裏取り大丈夫です。はい、任せてください。はい、もうここでもういきなり吹っ飛ばします。はい、ナイスホームラン。痛い。まあ、ピンコーネットされても大丈夫なんで、はい、OK です。大丈夫です。通常攻撃は僕の方が優秀なんで、はいはいはい、危ない。やばい。しかし防御力がどんどん上がっていく。もう防御力もほとんどマックスなんじゃないですかね。はい、ここからのブーストということで、もう激アツですね。はい、もうここから、はい、もうどんどん、はい、はい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 、もう知らん。あ、オッケー、ナイス黒ひげ。もう任せてもいい。てか、なんならありがとう。うん、なんならありがとうだけど、まあ別に俺も倒せた。はい、それだけは言っておきたい。僕も倒せました。いや、なんなら負けはしなかった。うんうん。もう黒ひげ3体というこのエグさですよね。はい、もう僕必要ないですもん。まあ、まあこれがやっぱり格強さですよね。まあ相手に黒ひげ、赤サボ旗抜かないの？はい、もう完璧な作戦。あ、もう僕が下行きましょうか。もう僕はマックスなんで、はい、回避したったら、まあ吹っ飛ばしちゃいましょうと。はい、オッケーですね。はい、もう完璧、もう完璧な作戦ですね。ごめんなさい、今日なんか今日もう天才すぎてごめんなさいって感じですね。とりあえずインガザラシ構えておきましょうか。ああ、座れちゃった。まあいいでしょう。まあインガザラシはね、自己回復もあるんで、はい、これは回復。おらおら、倒れろ。はい、もう無敵スキル食らっても大丈夫です。全然食らっても大丈夫です。防御力もマックスですから。あ、結構食らうな。まあ80レベルなんで、まあそこら辺はしょうがないですね。まあやられるなら今と、まあしかしやられないようにしましょうかね。ここら辺まで来たら、ここまで来たら、まあウルージさんがまあ大活躍するということで、まあいいでしょう。クローズ使ってないんで、多分クローズがそろそろ来てもおかしくないところでは、なんかオッケー、奇跡的に避けれた。はい、インガザラシを構えておく。オッケー、はい、完璧ですね。はい、もう全てが完璧。もうなで、え、もう完璧すぎてどうする、みんな。もうここから黒ひげに、はいはい、もう完璧ですね。はい、もう勝ちです。はい、グリフォンは当たりませんと。はい、カウンターですね。はい、もう当たりません。それはさすがに当たりませんと。はい、とりあえずホームランバットを勝ち打てていく。はい、裏取り1人で大丈夫だと。まあ、とりあえずここを守りますよと言いたいですね。はい、ブースト、あ、アンパイ。オッケー、無敵ね。オッケー、全然いい。もうインガダラシがそろそろ溜まるんで、もうアンパイに行けると。はい、もう完璧ですね。オープン。OK! はい、もう完璧ですね。もう完璧な作戦です、この作戦。ごめんなさい、皆さん。ちょっと。まあ、味方、まあ、黒ひげ3体いた時点でもう勝ちなんですけどね。はいはい。届かない。ありがとうございます。はい、ということで3戦目やっていきます。はい、今までのね、完璧な作戦ですね。はい、裏ね、なんかみんなディフェンダーいなかったんですけど、僕の作戦ではまあディフェンダーいなくてもまあ勝てますと。まあ大丈夫です。ディフェンダーいなくても僕が中央でずっと守ればまあ全然大丈夫なので、まあ貯めてくれるまでまあ僕が中央守りますよみたいな感じなんでね、まあ全然まあ支障はないです、ディフェンダーいなくても。この作戦には、はい、もう完璧ですね。てか今までの作戦完璧すぎて皆さんびっくりしますんで、まあしかしね、なんか今日知的に行くっつったんですけど、その理由としてはまあやっぱりね、見たらわかると思うんですけど、まあ深夜だからだよね。完全に深夜だからなんだよね。完全に深夜だからなんだよね。はい、もうここ取ります。はい、もう圧倒的ソロの速さ。はい、もうごめんなさい、もういきなり4取り激アツですね。はい、ありがとうございます。はい、もうここから藤田さん一生追いつきません、僕に。はいはいはい、一発二発。はい、もうどうぞ。もう近づいたらつける。はい、こうやってこういうね、はい、もうここでやば、中央がやばくなったら中央もいける。この立ち回り完璧ですね。はい、もうこれ裏から気づいてないません、相手。あ、当たってない。まあしかしここを守ればいいんで、はい、スキルは食らえませんと。さすがにそれは食らえませんと。一発二発で回避見ますね。はいはい、回避したんで、もうどんどんぶち当てていきましょう。もうはい、もうこうなったらもうここを耐えます。はい、もう藤田さんならね、耐えられるんで、一発二発。オッケー、シャンクスは無理ですね。はい、しかしこうやって、あ、カウンターやばい。オッケー、ギリセーフ。まあギリセーフだから、ここを耐えましょうか。で、耐えなくてもいいんだよ、耐えなくてもいいんだけど、まあ耐えてあげようかなって。はい、ここ取れます。はい、もう完璧ですね。カウンターやめてね。オッケー、ナイス。オッケー、はい、もう完璧。うわ、完璧、やば、今日やば。これ言うとくけど、直通り、あ、赤サボに任せましょうか。はい、ここもう藤田さん、もうブーストアン中なんで、もうどんどん倒しましょう。あ、はい、違う、そのスキルじゃないね。うん、まあ逃げようか。まあ隕石俺避けれないんで。うわ、そこ当たるん、うわ、最悪や、やばい。こんな一陣でね、はい、完璧ですね。もう完璧です、これ。実はこれやられたように見えて、一陣のお宝を貯めたかった。まあただ単にそれだけなんですね。はい、もう相手はそれに気づいてない。まあ気づいてない時点で、まあ盲目だってね。はい、もう完璧ですね。はい、僕の立ち回りは完璧なんで、ごめんなさい。バウンドマン久々に見ましたね。はい、裏取りこうやって行くように見せかけていかない、そして行く。はい、あぶな、グリフォン、あぶな。はい、もう今ね、裏取り行くというより、まあこっちを守るために、あ、もう大丈夫です、藤浦さんね、安牌です。で、これで、あ、やばくなった、守ればよかった。あ、これはね、非常に僕のミス。もう中央守りに行きます。はい、こうやってもうこの縦横無尽さ、えぐいっすよね。はい、これで近づいて、はい、もう、おー、危ない。ナイス。まあここは大丈夫ですね。はい、もう飛剣さんがいるんで、まあ、もう変で無駄回避してもカバーしてくれるんで、そこら辺はありがたい。はい、もう完璧。あ、やばくなったらもうここで OK、 気絶させておく。もう隕石はね、知らん、隕石来るよ、みんな隕石来るよ。うん、大丈夫、ここからだからね。
そろそろやられたいんだけど、まあ、しかしやられないというのも手であったり、はい、ここでソルで、はい、ソルで逃げていく。はい、もうすべてをね、もうすべてをこうやって、もう縦横無尽に駆け巡っていく。痛い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 。やばい、ここでやられたらやばい。ここでやられたら一番やばい。オッケー、できるできるできる。ブーストならね、中央、まあ、任せてもいいでしょう。そして誰かが降りてくる。スネークマンか。オッケー、一発、二発。オッケー、でかい。回避しない。いけるいけるいける、ナイスナイス。オッケー、もうほらね、もう各一人でどうにもなっちゃう。もうありがとうございます。もうすべてね、今日作戦通りです。ごめんなさい。皆さん、もう作戦が完璧すぎる。俺の何の作戦かって言ったら、ただに核が強いってだけなんだけどね。いけいけ、違う違う。オーケーオーケーオーケー。はい、ということで4戦目、あと相手にも核がいるということで、まあ中央アライスは激化するんですけど、まあこっちにね、まあ黒ひげ2体いるんで、まあアドはあると、まあそこら辺でいいでしょう。はい、ということでどんどん行きましょう。ここは取らないように、まあ中央ね、まあ僕がまあ最初にね、 PS の差を見せつけてやろう、ホトトギスという感じでやってきますね。はい、回避使ったんで最初にキリンを撃ってくるのはわかる。はい、もうわかりますね。はい、どんどん撃っちゃいましょう。当たらない。グリフォンは今見えてました、見えてたんだけど、あ、気絶状態は効いてないと。ここで気絶状態、誰か中央来て。あ、はい、もう作戦破綻なんですけど、まあこっからが強いのがウルージ。はい、まあ正直言うと作戦は破綻です。はい、ちょっと中央に援護来てほしかったのは、まあちょっとね、間違いないんですけど、まあそこら辺はね、まあしょうがないところで、まあ敵、あの味方にもね、そういう事情があるんで、まあ僕の意見と、まあ向こうの考えてる意見はしょうがないんで、そういうところはしょうがないです。はい、僕のわがままなんでね、ただ単にそれは。まあここから向こうには向こうの事情があるんで、はい、ここからシャンクスをもう叩き潰します。はい、もうこうやってバンってバンって、もうどんどん叩き潰します。もう、はい、一発、はい、回避しちゃった。よいしょ、とりあえず吹っ飛ばしていく。 OK、 しかしここはやばいぞと、ここはやばいぞと。しかしこんなん通常攻撃受けていいですからね。はい、どんどん行きましょう。はい、で OK、 カウンター返し、インガザラシ、はい、自己回復。あ、もうこれあえてこの中に突っ込みました。防御力を上げるために、もうどんどん中、はい、防御力どんどん上げましょう。そして裏取りがいける、裏行きましょうか。これはこれは裏取りチャンスということで裏に行きますと。おっと、黒ひげもいますね。とりあえずここ取っちゃいましょうか。 OK、 でかいですねここは。OK、 相手がハート来たんで僕もハートをします。ありがとうでしたね、全然ハートじゃなかった。さすがにそれは当たらないと。はい、で藤田さんがスキルを打ってこないと。槍そろそろ打ちそうなんで、あ、隕石は美味しいですね、カウンター持ち返したら。おぶねー、おぶねー。これインガザラシを。オーケー、あ、やばい、足りない、間に合い、オッケー、間に合っていく。はい、もうここがね、はい、完璧ですね、完璧です。でブーストまで耐えれば、まあ回復するんで、黒ひげ一体いるんで、そこそこに。あ、ごめん、しかしもう防御力が上がっている。はい、もう完璧ですね、もう完璧。もうウルージとさ、そこ当たんの、通体でかっ。やべ、やっちまった。これ結構やっちまったやつ。いや、藤田さんのスキル、なかなか範囲広いね。まあ、しかしこれ2対1になってしまったが、今、もうここ取れてしまいますね。はい、中央、これ取れます。あ、取れない。やばい、黒ひげが来た。もうこうなった時は、もう下中央、もう下中央いきますか。やばい。ここでカバーしていく。OK。OK、OK。いける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 。あ、無敵スキルね。OK、OK、OK。大丈夫、大丈夫。作戦は大丈夫。OK、ぶち当てていく。はい、完璧ですね。いや、これ裏行く？どうするこれ。いや、作戦どうしよう。いや、俺の作戦どうしようか。裏、無理だな。うわ、やば、どうしよう。OK、でかい。これ当たらないと。え？いや、ここあえてやられた。ここあえてやられましたからね。ここからの核の一気に裏取り能力、皆さん、今から見ててください。完璧ですから。ここからもう一気に相手の二陣まで行っちゃいますんで、まあ、そこら辺はありがたや、ありがたやというところなんで、大丈夫ですね。これ、行きます、行きます、大丈夫です。大丈夫です。皆さん見てください。これとりあえず一人気絶させておきましょう。OK。ごめん。はい、ということでラストやっていきたいと思います。はい、各ね、二人いて、大丈夫なのか、ひたまゆ、大丈夫なのかと思うかもしれないですけど、相手はね、C、多分一気に来るんで、B 地点、まあ、B 旗に行きたいと思います、僕がね。はい、ということでやっていきます。皆さんよろしくお願いします。対戦よろしく。いや、中央ね、ここ、安定に取れるっていうのがやっぱり強いところではありますけども、ここをとりあえず僕が取っちゃいましょうか。OK。まあこっから一気に2陣目に行く。その2陣目でシャンクスを足止めする。ちょっと怖いな、やっぱやめよう。危な、危な、ギリギリ入ってない。あ、やばいやばいやばい、もう、え、あ、やばい、え、取られ、え、取れ、やばい、あ、ごめんごめん。 OK、 とりあえずこれをぶち当てていく。 OK、 一人気絶。はい、これはジャスカイではできない、ジャスカイはできないが、ここを狙っていく動きを、まあ、若干していき、はい、こうやって、はい、もう、はい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 、もう早すぎて、もう解説が間に合わないですね。はいはい、一発一発、はい、もうすぐ、はい、もう知らない、これ、あ、黒ひげいる、黒ひげがいる、あ、マジか、あ、黒ひげか、まあまあまあ、黒ひげにもね、あの、核だったらいけます。あ、何やってん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 、はい、もう無敵スキル使ってしまったが、いや、もう次クローズすぐ焦って使うしかないですよ。危ない。 OKOKOK、 ソルで逃げれる。 OK、 でかい。はい、もうこうやって、おお、危ない。
よしよし、出会い頭の一発は当たりませんと。はい、そして中央が取れてしまう。はい、これででかいですね。はい、もうこのこうやってやっぱり角がこうやって相手をかき乱す、かき乱せばかき乱すほど相手はどんどん OK、 大丈夫大丈夫大丈夫、何が何が大丈夫かって感じなんですけど、 OKOK、 これ気絶させよう。 OK、 クローズでしょ。 OK、 完璧で一発二発で、はい、回避しない、なるほどね。 OK、 裏がやばいと。え、早たまんの。え、あんたと戦闘してないんだけど。いや、しかしいけるいけるいける。あ、やばい、裏取り一人いってんな。いや、裏取り、あの、取れてんな、ナイスですね。はい、もうこっからブーストなんで、まあ安牌ですね。え、これ俺が貯めたってことかな。とりあえずマルコカちゃんがじゃあ上行って、はい、もう完璧ですね、これ完璧な立ち回り。はい、これでもう僕は行きます。やばそうなんで少しここで OK、 吹き飛ばしていく。ここ守ります、僕が、僕が守って相手の一陣に一人行ってほしい、行ってあげてほしいですね。こんなん受けていいですから。はい、一発二発 OK、 でかい、強い、はい、強い、うお、危ない、ナイス。はい、ここで、はい、メダリックスターはさすがに当たりませんと。完璧ですね。しかしここからね、どうやって逆転しようか、すごいどうし迷っております。被験はやばいですね、受けたら、被験は受けたらやばいです。はいはい、こうやってもうとりあえず狙撃を倒しましょうか。もうどんどん、もうどんどん、もう相手を全員倒す、もうそれが作戦ですね、もうそれが作戦です。よし、やっちゃえやっちゃえやっちゃえ、おっ、オッケー、一発2発、オッケー、出す出す出す、危ない、よし、インカサシで吹っ飛ばす、これあるよ。え、なんでこれカウンター返しできんの、これカウンターさ、ジャス回できるってマジで腹立ったね。あ、ある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 、あるよあるよ、これあるある。え、あ、どうする、裏とめっちゃ迷っちゃってる、これ迷ったのが、いや、ナイス、これは勝ちましたね。はい、もう完璧でしたね、やっぱり僕のさ。あっぷねー、あっぷねー、当たってるけどあっぷねーって言おう。あ、やばい、裏取りいってるわ、一人やばい、裏取りフィーバーになってる、これまずい。とりあえず吹っ飛ばしたけど、あ、でも間に合わないんじゃない、あ、余裕で間に合うわ、でも大丈夫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 、インガザラシオーケー、一発二発、はい、勝ちましたね、これは完璧に、完璧でした、ありがとうございます。勝率めっちゃ良くね、オーケー。はい、ということでね、今日の動画は終わるんですけど、まあ今回はね、あのガチ的な、まあちょっとネタ動画をね、まああえて撮らせていただきました。ちょっとね、これみんなコメントとかで人目くれるねん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 、これネタ動画だからちょっとみんなよろしくね。ということで、まあ今日ね、最後まで見てくれた方はありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。